緒よ一緒よ一緒。おひさーって、確かに久しぶりかもしれん配信。ちょっと待ってね。いつぶりだろう配信。ちょっと久しぶりになっちゃいました。こんばんは、こんばんは。今日はちょっともう何もしてないのでボサボサでお届けしてます。今日はただひたすら消耗品を買いに外を歩いた。あとは久々にあの9歳のいとこに会えて、土曜日だなので、普段は学校に多分行ってるから、多分っていうか行ってるから、あのなかなかね会えないんですけど、会えてあの一緒に縄跳びしたそう、2時間ぐらい会えたんですけど、縄跳びしましたぐらいかな。あ、あと今日はカラオケに行きました。そう、あの昨日メールで送ったんですけど、あの急遽ね私覚えなきゃいけなくなった歌があってね、今それの練習してたんです。そう、そんな一日でした。そうなんです。あ、ありがとね。そう、福フェス、そう福フェスからちょっとなかなかできてなかったんですよ。あのあれをね、そうショールームもできてなかったの。いやこれね、実はね今練習してる歌明日歌うんだけど、そうマジでここ2日とかで覚えたんだけど、明日歌うんですよ。頑張ります。そう初めて聞く曲でね、そうなんかもともと知ってる曲だったら全然あれだったんだけど、本当に初めて知った曲で、これを14日に歌うってなって、あ13か、そうバッチリじゃないよ全然。めっちゃ不安でね、今携帯の録画画面もね歌詞にしてるの、あの常にあの見られるようにロック画面にしてます、歌詞を。これあるあるなんですけど結構。そうなんです。ちょっとまた明日が終わったらいろいろあの言いますね、あの詳細を。大吾さん、なになに、100均で何買ったっけ。ユラはねこういう100円ショップでね、あのなるべくね買いたいんですね。もうね、なんて言ったらいいの、安なんか100円ショップで買えるものは100円ショップで買いたいみたいな。あ、スマホの画面ね、スマホの画面今ちょっと歌詞に。何を買ったかっていうとね、前髪のピンを買ったの。あとはピンセット。これはね、何型っていうの、曲型、何の、これ何に使うかっていうとね、あのまつげをね挟むの。こうやってまつげを挟んで束にするの、まつげを。それをやりたくて買ったの。最近流行ってるんですこれが、やりたくて買ってみた。あとこれ何の紹介、これ恥ずかしいんですけど、これ普通に消耗品。
あのクリームを入れるの。これはあの遠征の時に、遠征する時にあの重いじゃないですか持っていくのって。だからこれに詰め替えれるってやつ。あとはなんかこんなの買いました。パックしてこのその上にこれをつけるとさらになんか浸透しますみたいなジャパネット池田やばい。はい、そしてラストこれメイクの専用の綿棒です。あの耳かきじゃなくってメイク専用の綿棒で、これは何使うかっていうと、なんかちょっとはみ出したところとかをチュッチュッってやるのにこれがいいんですね。こう先端が細くなってるんです。そのおかげでこうチュッチュッチュッってやるんです。これはもうね何個も買っててもうなくなっちゃったので買いました。はい、以上です。以上です、終わり。そう、これ全部100均です。終了。そして私はとにかくね、え、リリノ氏インスタライブ始めたらってマジで。そう、今日ね私リリノちゃんとのとっても可愛い写真を見たので、あ、見たのでじゃない、投稿したので見てください。見てくださいな。本当だ、インスタライブしてる、かわいい。待って、ちょっと音量下げてみてみよう。ねえ待って、何この顔、びっくりした今一瞬。かわいい、インスタライブしてます。かわいい、インスタライブしてる。ニノちゃん髪伸びてたって。伸びてた、なんか多分短くなった期間あってないんだよね。もう何ヶ月ぶりに会ったんだろう。でも今年は3回会ったんですよ。2月、何月だったっけな、2月、7月とか。え、そう、でも今年は3回会えた。でも今年会うのがもう最後だったんですよね、最近会ったのが。2024年最後でした。意外と会ってるよねって。え、3回会えてるのはさ、結構会えてるかな。3回会えてるのはかなり会えてる。そう、今年会えないんです。もうね11月は会えないし、ゆらも11月はね結構多分いろいろ入って、あと多分レッスンとかも入るんじゃないかなって思ってます。うん、あの2期生コンサートだったりとかそういうのが入ってくると思うし、そうなの。あれ、2期生コンサートっていつだっけ、ちょっと待って、11月だよね多分。あれ違った、あ、12月か、あれ、あ、12月28か。まあでも多分11月はそういうレッスンだったりとか、あと他にもね結構会って会えなくて、もう12月はだって年末だからみんなバタバタしてるから会えないっていうので、もう多分ね最後になっちゃった、今年会うの。でも3回くらい会ってる。2月に1回会ったのと、
月だっけ、それ。何月だっけ、ね、2月、あ、6月、2月、6月、10月、だから4ヶ月おきに会ってますね。こうやってどうなんでしょうか、結構会えてる方ですか。だからね、お互い二十歳で会うのは最後だったかもしれない、もしかしたら。1月もバタついてたら2月になってゆら21歳になるので、二十歳同士で会うの最初で最後だった。そう、多分2月とかになっちゃうかな、次2月、3月とか、わかんない。さす、あのそこら辺の予定がねまだわかんないからあれなんですけど、そうなんです。そう、二十歳になって会うの初めてだったから、もう二十歳になって3ヶ月経っちゃったんだけど、一応なんか気持ちはそう過ぎちゃってるけどっていうのでお祝いさせていただきました。お、ついに夢タウンでイケちゃんバージョン聞けたよって、18時に流れる。そうなんですよ、ぴったりの時間に結構流れてるっぽい。で、店内放送もさせてもらってるんですけど、それはね、お昼の12時だったりとか、お昼の3時、15時だったり、18時とか、あと開店の時とかに流してもらってるんです。嬉しい。いっぱい行きましょう。でも今月もね、ライブがあるから。そう。本当にめちゃめちゃ楽しかったです。ゆいのちゃんと遊べました。なんかね、集合してまずでブラブラ歩いてたんですよ。なんか公園に行きたいっていう話をね一緒にしてて、そう、自然というか自然の場所に行きたいっていう、そう話をしてて、でりのちゃんが調べてくれたとこがあってそこに行ったんですけど、池田屋が21時お知らせします。そんな感じで言わせていただいております。そうでね、でそう行ってたんですよ、その場所に。でそしたらたまたまね、たまたまめっちゃおしゃれなレストランを見つけて、え、めっちゃ可愛いってなって、でお昼ご飯も食べてなかったんですよ、その時に時間的に。で食べてないっていう話になって、お互い食べてなかったので、え、じゃあここ行こうってなって、めっちゃお昼時だったんですけど、だから入れるかなって思ったんですけど、そう無事入れて、でそこでねご飯を食べて一緒に、でそっから公園に行ってみたいな感じでしたね。そうそう、で公園行って、公園で結構ねもうずっといましたね。公園はいろんな自然の空気をたくさん吸い、はい、マイナスイオンというんですか、あれはなんて言うんでしょう、わかんない、ちょっとそう、それをしっかりとそこで自然を堪能しまして、で
そっからそう、私がね夜ご飯を予約してたんですよ。だからそこに行ってお昼ご飯を食べて、あ間違えた、夜ご飯を食べて、でちょっとなんかお買い物みたいなブラブラしてみたいな感じでしたね。お昼から夜7時とか7時過ぎとかくらいまで遊んべて、まあだいたいね、まあ6時間7時間とか、半日もいかないか、それってわかんない、まあそれぐらいだったんですけど、でもめっちゃ会えてよかったです。本当にでね、あのプリクラをね撮りたかったんですよ。プリクラ撮りたかったんだけど、もう今日のインスタにも写真出したように、もういっぱいいい写真撮れたから、もうプリクラいっかってなったんですよ。そう、結構ね遊ぶたんびにプリクラは撮ってるんですけど、もう公園でいい写真が撮れすぎて、もうそう本当はプリクラを取りに行こうっていう感じだったんだけど、もう取りに行かんくてもめっちゃいいじゃんってなって、いい写真撮れたってなって、そう大満足しました。うん、他にもねいい写真結構撮れた気がする。ツイッターにも写真載せてねって。そうでもね、私ね最近あんまりツイッター消えちゃった。皆さん見てくれました？芝生の、芝生で撮ってる写真、もう良すぎて二人で感動したんです、この写真。そう、そうなんでね最近ツイッターに写真を上げてないかっていうと、なんかユラの中でこれはツイッターの写真、なんか画角があるんですよ。これはツイッター画角で、これはインスタ画角っていう、なんかユラの中でのこだわりがあって、そうで最近は主にインスタ画角の写真を撮ってるから、あんまりね載せるあれがないんだよね。そう違うの、そうやっぱなんていうの、おしゃれに撮れたものとかはインスタに載せたくて、あとはなんだろう、ちょっと顔がドンみたいな感じのやつはおはようツイートとかに載せたくて、で横顔とかはインスタで、で告知はツイッターなんですよ。だからなんかね使い分けてるんです SNS で。そうだし、インスタのインスタで告知するときはストーリー使ったりみたいな。ツイッターにもおしゃれな写真載せていいんだぞ。いや聞いてほしい、これ、これは皆さんには分かんないかもしれないんですけど、あのおしゃれな写真ってツイッター全然伸びないんですよ。これがそう、なんかもう顔ドーンとか、なんかもう分かりやすい、なんかなんだろう、顔ですみたいな写真とかの方がいいねは伸びやすくって、ツイッターはね、おしゃれなね景色とかそういう写真って全く伸びないんですよね、ツイッター X か。そうだから自分のお気に入りのに
おしゃれに撮れた写真とかはなるべくあのインスタにしてる。そうなんです。いや文章が先に来るとかじゃなくてもうそういうあれなんですよ、統計がイラの中で撮れてるんです。私他の人も言ってた気がする、おしゃれな写真は伸びないの。そうもう分かりやすく顔ドーンみたいな、多分見てるあれが違うんですよね、多分見てる方々のあれが。結構 X はファンの方々とか、そうあのアイドルのファンの方とかは結構 TwitterX の方を主に見てる気がする。でも私と同世代とかの子とかはもうインスタばっかですね今。あんまり X はやらないって言ってる友達の方が多い。もうほぼインスタですね今。だってあれですよ、私たちの年代は LINE もしないんですよ今。そう LINE で連絡を取らないんだって、全部インスタの DM で連絡を取るらしい友達と。だからいや友達にね LINE で連絡送っても全然帰ってこなくて、連絡が遅くて、でなんでそんなに LINE の返信遅いのって言ったら、だって最近 LINE 使わないもんって言われるんですよ結構何人にも。今日全然今日一回も LINE 開いてないみたいな。そうそうなの、連絡じゃあ何で撮ってるのって言ったらもう本当にインスタの DM って言うんですよ。そうだし、もう友達と連絡取るにも何するにももうね、そうインスタなんだって今。私は全然 LINE 使うけど、やっぱりだってマネージャーさんとのやり取りとかも全部 LINE だし、だからもう LINE の通知を自体をみんなオフにしてるんだと思う。見てないの本当に。確かにうちの娘もインスタがメインです。そうなの、もうインスタなんだってずっと。だから使う SNS で多分一番使ってるのがみんなインスタなんだと思う、その私たちの年代の人たちは。ね、さすがに私もでも LINE は使う。私ね通知を貯めるのが嫌いなんですよ。もうねなんか LINE ってさここに出るじゃん、何件貯まってますって。もうあれを常にゼロにしときたくて、あれなんか100とかさ1000とか貯まってる人いるじゃん、もう NO、 私の中では NO ですね。私は多くてもめっちゃ溜まってて10とか、しかもそれもなんかあの公式 LINE とかが来るじゃないですか、そういうのも含めて10とか。そう絶対溜めない、常にゼロにしときたい。え一晩で250溜まった時、えなんでそれ。そうだからSNS を気にする生活は嫌だと最近思ってます。え、わかる。なんか私のねお母さんもね、いや私はもうずっと基本携帯は持ってるんですけど、私のお母さんが一回なんか車に携帯を忘れたんだって。で車に携帯を忘れたんだけど、なんかもう取りに行くのがめんどくさくて、そうその日だからお家帰ってきて夕方に、でそれで携帯取りに行くのめんどくさかったから、もうその日は朝まで携帯をつつかなかったらしいんだけど、そうあのねあれなんだって、めっちゃその日良かったって言ってて、携帯を手放した日。
いやーでもなかなかね、それは分かってるんですけど、分かってるんだけどなかなかできないよね。っていう。そう。あのさ、お仕事自体お休みの日でもさ、常にさそのインスタとか何かしらメールとか更新はしてるからさ、もう SNS をしない日がないんですよね。デジタルデトックス、デジタルデトックスした方がいい。いつかやろうかな。ちょっとあし、なんかでも今日なんかメンバー何人かさ、多分お仕事だと思うんだけど、それはなんか SNS できないですみたいな、当分 SNS できないですみたいな、なんか出してるメンバーが数人いて、今日多分お仕事で何かしらあって続けないんだと思うんですけど、ちょっと私もいつかそれやりたいと思います。皆さんも一緒にやりましょう。そう、音信不通になりますえ、そうなの、手元にそうない時に限ってなんか緊急でなんかそう連絡入ってる時ありますよね。何なんだろうあれ。あれは何なんだろう。ね、お休みって書いてた配信あった。そう、それはちょっとごくまれにあってしまいますが、そうなんです。最近もあったよね。ちょっとすいません。アイドル卒業したら思う存分デジタルでトックスできるなんて。いやでも分かんないですよ。アイドルじゃなくなってもうめっちゃパソコン系の仕事 してたらもう一生デジタルでトックスできない。あみたいな。何をするかによるけど。それがあるから結局毎日夜中まで頑張って起きてる。そうでもね、そう私が皆さんにいやもう本当にいいからみたいな、もう全然もうそんななんだろう、あの皆さんが見れる時に見てくださいって言ってるのに皆さんは結構待ってくださるので、もうそれ以上はもう言いませんっていう感じですね私は。いやでもありがたいなとは思いますけども、まあでもそれでなんかもうめっちゃなんかもうゆらちゃんのせいでもうめっちゃ寝不足とか言われたら知らねえよって言うけど、だってゆらだってね一応言ってますから、見れる時に見てくださいってそう言ってるのに、まあ皆さんは待ってくださるんですよね。それはありがたいんですけど、まあでもそれでゆらちゃんのせいで寝不足だとか言われたらもうそこは知らないですって言うんですけど、そう、あこの寝不足の感じもオタ活だとか言ってくださったらもう全然ありがとうございますって感じなんですけど、結構配信休みメール助かってる、本当嬉しいです、ありがとうございます。そうでも他のメンバーに言ったらね、別にしてないメンバーもいるんです、配信お休みってですとか言ってないメンバーも。そうでもなんて言うんですかね、私はなんかあれなんです、なんかもう配信をなんか配信
常にするのが当たり前みたいな風潮ちょっとやめたいんです。かっこ小声、かっこ小声なんですけど、はい、配信を定期的にやるのが当たり前っていう風潮ちょっとやめたいんです。特に STA のメンバーは配信が多いので、なんか自分が全然できてないっていう気持ちになっちゃうんです。そんなことない時でも。そうだからちょっとね、本当はもう多分ね、今日は配信ありませんとかいうのとかは多分ないんですよ普通。わかんない、あんまりしてないと思う、今日は配信あるとかないとか。だから、そうなんですよね。だからね、なんかいろいろ思うんですね。でもアリちゃんとかは、最近何日って言ってたかな、アリちゃん。毎日配信。1500日、もっと、わかんないぐらい言ってて、マジですごいなって思って。そうだからちょっとね、皆さんすいません本当に。私は毎日配信してた時はもう本当に結構ね、泣きながら配信してた時も多かったんですけど、もうそんなことがないように毎日配信もやめたし、はい、自分のできる時にしようっていう感じなので、お願いします。やばい、なんかこれ持ったらさ、なんか歯医者さんの気分になった。これ歯医者さんの気分なんだけど、すごい歯医者さんの気分です。そう、ビューラーでね、ビューラーで上げて、そっからなんかね、これで束にするらしい。やったことないんですけど、ちょっとやってみたくなって買っちゃったんです。最近やるらしい、これで。バンバンバン、ズンズンズン、ラレンタマナちゃん、タララ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 ラ。なんだっけ、なんだっけ、そう、そうなの。100均ってやっぱり110円だから、なんかいっぱい買うのにいいんですね。
10月20日夢タウンのイベント見に行きますよって。嬉しい、ありがとうございます。そう、20日のね、歌も何歌おうかなってちょっともうすぐ決めるんですけど、何にしようかなって思ってる。今まで歌ったやつもねもちろん入れるんですけど、何にしようかなと思っているところです。ドラえもんはね、そう2回とも歌ってるのだから歌うかな。そう、お1920、そうなんです、イベント続きで、そこら辺は楽しみ。明日もね早起きなんですね。だからもうちょっとしたら配信終わるんだけど、明日のあの詳細はぜひ SNS を見ててください。皆さん、あ、このことだったのかってなる気がする。多分 SNS には出せると思う。メタン初開示楽しみにしてます。行きます、ありがとうございます、よろしくお願いします。はい、嬉しいですね。やばい、でももう夢タウンのライブも最後になっちゃうのかなって思ってるんですけど、どうなんだろう、悲しい悲しい。待って、鬼チャレ、鬼チャレやめて、鬼レンちゃんね、鬼チャレってねたまに言われるの、瀬戸チャレみたいな感じで、鬼レンちゃんです、ありがとうございます。お、19日20日久しぶりに広島遠征するでって、ありがとう、ありがとうございます。延長してほしいなって。そうだよね、本当にもうね、いやでもね本当にありがたいです、夢タウンさんで毎日私の歌が流れてるなんてサプライズで継続に期待してるってあるかな、どうかな、わかんない。あったらいいですね、あったら嬉しいけど、そう今は11月頭までなのでね、もうちょっとです。関東の予定？え、か、普通に？関東でのってことかな？関東でのライブは今のところないかな。でも関東はね結構ね今年は頻繁に行ったの、本当に。そう、今月はあと1回行くかな。そう、そのライブとかじゃないんだけど、めっちゃ行ったよ、本当に行った。え、めっちゃね最近あのありがたく行かせていただいてますね。今月何回行ったんだろう、1、2、まあでも2回かで、あと今月もう1回行くかな。先月は、先月いつ行った、
先月は一回、二回だ。でもその前が多かったか。笑顔が集う悲しい街。あ、それな、ナイトクルーズやってないの私まだ。なんか一回ね、ナイトクルーズ私多分8月とかに入ってたと思うんですよ確かね。でもその時はなんかがあったんよゆらに。だからそこのメンバーにならなくて。そうなの、やりたい、やりたい、ナイトクルージング行きたいです、お願いしますナイトクルージング行きたいよ。タタ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 。そうなの、多分なんか第一回ぐらいのメンバーにね本当はなってたの。でもね多分その時なんだろう、稽古とかかな、そこら辺で行けなかった気がする。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れない、10年後の8月また出会えるのを信じて、最後の思い出をチュ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 、帰り道の交差点で声をかけてくれたね、一緒に帰ろう、僕は照れくさそうに何で顔を隠しながら、本当はとてもとても嬉しかったよ、綺麗に咲いて、ちょっと切なく。あ、そう、稽古か、稽古か。やってないメンバーあと9人。そうなの、あれな、だいたい6人ぐらいでやってるのかな、どうなんだろう。行きたいな、ナイトクルージングやりたい、楽しそう、めっちゃ。嬉しくて日本海と違って瀬戸内海は冬も穏やかです。そうなの、やりたいな。に咲いてちょっと切なく、将来の夢、大きな希望を忘れない。よし、そろそろ終わろうかな、配信終わろうかな。楽しいって思います、知らんけど。何の話？ナイトクルージング？やりたい、
ナイトクルージング全員やるのかな、分かんないけど、よし終わるぞ終わるぞ。来週は深山と廿日市に2日続けて会いに行きます。ありがとうね、楽しみですね。今月ももうすぐ、あとでも1週間後か、1週間後だ、あと1週間後だね、やばい、楽しみ楽しみです。皆さん終わりまっか、じゃあランキング読みます。13位ウォルフさん、12位コウタさん、11位ネギショウさん、10位しまじろうさん、9位マスピョンさん、8位きにくんさん、7位みどりんまさん、6位のみょくんさん、5位しみとさん、4位てっちゃんさん、3位かいかいさん、2位ポンジーさん、そして1位はルルルーン、リュウジさん、ありがとうございます。いけいけいけ、今日もリュウジさんはありがとうございます、いけてるよ、ありがとう。では皆さん終わりたいと思います。ありがとうございました。今日は、お、今日土曜日か、仕事の方もいると思いますけど、皆さんお疲れ様です。19雨、嘘、やばいじゃん、19雨なのマジで、辛すぎ。よし、ではとりあえず終わりたいと思います。ではおやすみなさい。皆さんありがとうございました。バイバーイ、ありがとう、おやすみなさーい。